はい、皆さんこんにちは、バーナブでございます。いや今日はですね、大変な方に来ていただいてしまいましたもうね、今のイヤイヤで声分かったと思うんですけれども、 YouTube のラングラーといえばこの方、ご紹介いたします。ウェイビーライフのりょうさんでございます。よろしくお願いします。わざわざ来ていただいて、いやいや、とんでもないです。いや、本物や、もう僕からしても本物やですよなんか YouTube ってそういうところありますよね。そうですね、なんかテレビで見てるのみたいな感じのイメージなんで、うん、もうこっちからしたらもう芸能人、いやいやいや、そんなことないですよ。ノリですよ。もうね、ウェイビーライフのりょうさんにはラングラーを購入する前からもうずっと参考にさせていただいておりまして、嬉しいです。本当に今日はこの対談がね、見事に形になってめちゃくちゃ良かったっす。いや僕もやっぱりその映像にこだわって撮影とかやってるんですけど、やっぱバーナム様は本当にプロの方なんで、いやお会いしたいなと思ってて、いつも参考にさせていただいて、いやとんでもないです。特に失敗談前切り抜きやっていただきましたもんね。そうなんですよ、あのこちらのねダッシュバーね、うん、ダッシュバーね、本当にね、しかもやりそうだからね、あれネジが届かない。そう、あれやっぱり出回ってなくて、取りか、あの付け方が、ね、そうアメリカンインテイクさんってよく上げてらっしゃるんですけど、それだけ上げてなくて、最初届いた時これどうやってやんだみたいな説明書とかね、全くないし、うん、棒だけそう、棒となんか横の金具だけみたいなでもアメリカの商品って結構な勢いで説明書ついてないですよ、ね、ないっすね。段ボールに直で入ってるみたいな感じですね。マジであれはね、だから取り付け動画がいかに重要かっていうのが、本当そうですね。アメリカンインテックさん大体取り付け動画ね、うん、あるんですよ、出してくれてますけど、うん、多分ね、あのダッシュバー簡単すぎて、うん、多分動画出すまでもないっていう判断だったんですよ、ね、いや僕は本当車納車するまで工具とかも触ったことなかったですし、本当ど素人なんで、あれだけでもちょっと手こずりましたねいや自分もですよ。そもそも車のパーツ外すのだけで大ビビりでしたから。いや本当そうっすよ。あれ結構バコって外すの勇気いるじゃないですか、うん、勇気いますね。ラングラーってどっちかって言ったらミニ四駆的要素あるじゃないですか。そうですね、おもちゃに近いですよね。もう大人のこういじる、大人になったらワンレベル上がった高いのパーツが、いやゼロ2個ぐらい3個ぐらい違うじゃないですかいやもう1個の趣味ですよね、やっぱり。りょうさんだって趣味多いじゃないですか。本当に多くて困ってるんですよ。車でしょ、車、カメラ、カメラでしょ、キャンプでしょ、サーフィン、もう時間がないんですよね本当。しかもさ、サーフィンはまあいいとして、その他3つ全部超お金かかるやつじゃないですか。超お金かかりますねもう追いつかないです。なのでもうなのでちょっとその自分の好きなことでお金稼げないかなってので、まあ、本気でやり始めたっていうのもあります。その動画がもともと好きだったん で、 あ、うん、で稼いでますか。いやまだまだですよ本当、まあまだまだ。でも僕も今ありがたいこと2500人ぐらいの方が、はい、登録してくださってるんですけど、やっぱりもっといかないとって感じですかね。すごいな、もう桁が違うな。いや本当運が良かったと思います。僕は1000人って想像がつかないですもん。いや本当、あの僕納車動画が本当にバズって、今13万回再生、今撮影時はそんくらいいってるんですけど、13万人、それで1ヶ月で800人か900人ぐらい増えたんですよ、その1本で。うわすごい。それがあって、なので本当運が良かったなって感じです。あれだってもうね、サムネがいいですもん。いや本当でもそのままなんですよね。本当昔から乗りたくて夢が叶って、でもともとそのラングラー納車したら動画撮ろうと思ってて、で納車の時からあのデルキンの車載マウント買ってて、納車の時にも持ってったんですよ、撮る前提で。ワクワクですよ。そうワクワクでもうでなんかその納車の時に、これ本当に俺のって何回も言ってたんですけど、本当にそんな感覚で、コメント欄でお前言い過ぎだろって来てたんですけどまず最初信じられないですよね。いや本当にもうこれ僕のなのかなって。あとはもう何こう例えようもないワクワクが襲ってきますよね、うん、いやもう運転するのが楽しすぎちゃってわかる。もうずっともうその日一日乗ってましたね。いやそうですよね、はい、いや本当ね、あの動画から自分もラングラーに思いを馳せるようになって。あ本当ですか、嬉しい。あの嬉しさが伝わってくるんですよ。そうなんかもう本当に素で嬉しかったんでなんかもう
これで動画でラングラー買ってからラングラーのほとんど動画しかほとんど出なくなっています。いや、そうっすね。なんか今までのあのライフブログみたいなですか、一転して。そうですね。昔は僕と娘とイブの物語っていう、ね、チャンネル名ほんわかした感じだったんですよ。なんですけど、やっぱりこう YouTube ってその特質的というか、こう一個のチャンネル一ジャンルっていうのが結構まあレギュラーじゃないですか。って考えた時にやっぱり皆さんがそっちを興味持ってくださってるんで、やっぱそっちに行こうかなって思うんで、まああのね、ラングラーって書くとね、あの数字伸びちゃうんですよ。いやラングラーはそのやっぱファンの熱量がやっぱ高いので、そうすよ、ね、なんかね、本当ねサムネイルにねラングラーって書くと書かないだけでね、こうも再生数違うのかっていう。あ、そうですね。自分も試しに全然ラングラーと関係ない工具の話をしてみたんですけど、うんうん、見てみてください、数字の差。いや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 、桁が違う。検索 あのしてる数も違うんでしょう ね、うん、80再生とかですよ工具。いやでも最初でもそうじゃないですか、やっぱり。確かにあの80再生でも嬉しいです。嬉しいですよね。僕も本当始めた時って20、30とかだったんで。あ、そうなんですか、はい、そうなんですか。でも一番最初の方とか本当そんな感じでしたね。見てるのうちの家族と友達だけみたいな。なんかちょっと安心した。いやいやいや、もう1000人クラスの YouTuber さんも最初は20再生とかなんですね。いや他のラングラーの YouTube の方とかとも広くコラボさせてもらうんですけど、だいたい1000人行くのにみんな1年ぐらいかかったって言ってますね。なので本当頑張ります。僕はラッキーだったって感じです。運が良かったって感じです。この場でちょっとあのご報告をさせていただきたいんですけども、ちょうど昨日ですね、なんとですねチャンネル登録者数が100人を突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しいですね。スクショしましたもん。100人行った時とかも1000人行った時とかもめっちゃスクショしましたね。なんかね、うん、その100人行った記念でやろうと思ってたらもう行っちゃったんで、はいはい、あのこの場をお借りして視聴者の皆様には御礼を申し上げたいと思うんですけれども、ちょうどあのりょうさんとあのコラボしたいですって、うん、あのね、やり取りしましたね。やり取りした時に30人ぐらいだったんですよ、はい、それがあの今100人になって超嬉しくて、もうなんかりょうさんがやっているプレゼント企画とか、ね、やりたいんですけど。いや面白いですよ。やっぱその YouTube とかの良さってそのユーザーの方とコミュニケーションできるのがやっぱり一つの良さだと思うので、うん、コミュニケーションは僕大事にしてますね。でもなんかコメントあんまりもらえないんですけど、コツとかないですか。どうなんすかね。でも徐々に増えてくると思います。なんか僕もずっとコメントくれてる人もいるし、あの新しくコメントしてくれる人もいるしで、はい、本当出すものによってコメントしてくれる人が結構変わったりとか、全部にコメントしてくれる人もいるしっていうので、やっぱ継続かなっていう感じがしますね。はい、継続です。最新の動画でね、あのボンネットと前の窓開けて抜直配線やる動画で、はいはいはい、あコメント来てると思って見たら、はい、あの AAC じゃなくて ACC ですっていう。すいません本当なんか、ね、ツッコミですね。そう、僕もよくまあ言われること、怒られるっていうかあるんですけど、うん、なんかお前そんなのも知らねえで上げてんじゃねえよみたいなこともたまに言われるんですよ。あ、なるほどね。たまに言われるんですけど、はい、で僕はちょっと考え方が違って、なんか分かんないのは分かんないって聞いちゃっていいと思ってて。いや本当そうだと思う、ね、でそこでコミュニケーション取って教えてもらって一緒に成長できるみたいなスタイルがいいかなって思ってて。まさしく。いや本当にだって私がね一番りょうさんの動画で参考になったのは間違ったところです。あーそうですね、僕そこすれ出しちゃってますからね。失敗談ってやっぱりテレビじゃできないじゃないですか、うんはいはい、テレビはやっぱちゃんと正解を民放でみんな全国の皆さんにね伝えないといけないですけど、はい、YouTube って唯一失敗できるっていうところがいいところだと思ってるんですよね、うん、そうですね。それを参考にできるから、うん、いいと思うんですけどね。はいはいはい。だからつけられなくてもいい。だって自分の車で失敗してごらんなさいよ。あれここ両面テープこれさ一回合わせるときにそうどれだけ粘着力が強いってあの動画見ないと分かんないですよ、うん、だから先にりょうさんが失敗してくれたおかげで我々も実際つけるときにあこれ粘着力が半端ないから気をつけてつけようってなれる。ああそうですね。まあ、僕は本当大雑把なんでみんななんかこうちゃんと場所決めとかやってやるじゃないですか、うんうん、
あ、やべっつってそう、後からつかないじゃんみたいなね。そう、そうなんですよ。いや、あれが YouTube の良さだと思うので、私もこれから大失敗を犯すし、あの ACC もろくに言えないあのラングラーの初心者乗りなんですけど、あの生温かい目で見守っておいてください超間違えるし、いや本当でもこの YouTube やってるおかげで半年でだいぶ知識つきましたね。でもまだまだですけどつきましたね。でもで、あのラングラーの YouTuber さんって、まあ、数えるぐらいしか、そうですね、いないじゃないですか。少ないですよね。多分もうほとんどの方コラボされたと思うんですけど。いや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 でも何ですかね、本当最近増えてきましたね。あ、増えてきた。めちゃくちゃ増えてきました。すれ違うだけで、うん、あ、そうあ、ラングラーいたみたいな、はい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 高速乗ってたら、はい、2ドアのラングラーの人がいて、うん、でしばらく並走してたんですよ。でしばらく並走しててチラッと見たら目合いました。合うよね。ありますね。なんか駐車してる時もこの間ね、うん、温泉ほったらかしね行った時に隣に泊まってたんですよ。てか、はいはい、2台泊まってたんですよ。はいはいはい、JK と JL があって真ん中空いてたんですよ。はいはいはい、もうこれ止めろって言ってるようなもんじゃんって間にもう迷わず真ん中に入りました、ね、でもなんか仲間意識やっぱ強いですよね。なんかね、なんかいると嬉しいですもんね。嬉しいですね。いろいろやり取りしてるとこんだけこうつながり感がある車ってあんまないらしいですね。そうなんだ。本当に FJ とかかっこいい車いっぱいあるじゃないですか。そのトヨタのとか、うん、乗ってた人もそこのそれ乗ってた時はそういうコミュニティなかったんですけど、ラングラー乗ってからやっぱりすごい知り合い増えたって。なんでなんだろうね。多分やっぱそのみんなその各々のカスタムあるじゃないですか、はい、なんか世界に1台の車ばっかだと思うんですよ。みんないろいろカスタムやってていじりやすいからか。いじりやすいしパーツもいっぱい出てるし。なるほどね。だからみんな語りたいですよね多分。あって俺こんな感じにしたよみたいな止まんなくなるよね。そうなんですよ。しかもそれ聞いてて嫌じゃないしね。いやもう聞きたいですよねそうそうこれやりましたってへーってなるよね。ありますね。本当そう思います。だからそれがあって多分こう横のつながりが強いのかなって思ってます。詳しいラングラーのりょうさんのラングラーは、まあ、りょうさんのチャンネルを見ていただければもうガンガンわかると思うんですけど、いやいやいや、これからこの今ラングラーも結構いろいろねいじっててますけど、うん、今後はどんな感じで。そうっすね、まずやりたいのはタイヤホイール変えて結構ごつくなったんで、サイドステップがまあノーマルのままなんで、うんうんうん、ちょっとこのタイヤホイールに合うようなサイドステップについに。いや結構僕ラングラーの正面というよりか横っ面が結構好きで。ねえ、そうだよね。そうなんですよ。なのでここのサイドステップを変えると一気にイメージ変わるなって思ってて。確かにそうだよね。サハラだとさ余計ボディが全部光沢があるから、ね、うん、横からのシーンだとこのマットなサイドステップが少しね目立っちゃいますよね。目立ちますね。なので今ラゲットリッチのサイドバー、うん、サイドステップが結構こうなんですかバーのやつで黒いやつ黒いやつですごいかっこいいんですけど、それに変えたいなって今思ってますね。あ、いいですね、はい、逆に自分はね純正に戻しちゃう。純正っていうかこのウィリスはもともとロックレールっていう、もう本当に何サイドステップがない状態のやつが限定でついてたんですよ。限定っていうかルビコンのやつだっけ、はい、ルビコンのやつがわざわざついてたのを外して、うん、女性が乗り降りできないから純正のサイドステップをつけるっていう謎の純正戻しをしたんですけど安かったんでしたっけ。ね、メルカリで純正パーツがアホみたいに安いんですよ、うん、なんかみんなやっぱ純正取ってつけるじゃないですか、うん、納車の時点で、うん、納車同時で。だからもう本当納車外しって書いてあるんですよ、ね、うん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 、しかもサイドステップ。でもこれ言っちゃうとみんなサイドステップメルカリで買われちゃうからどうしようか、ね、流通量がもうでも言っちゃったからいいか、うん、もう本当2万円とかで売ってるんですよ。うん、まあ、いらなくなりますからね。いらなくも、うん、ぶっちゃけあれ部屋に置いてあったら、うん、これ遠くから見てるからそうでもないように見えますけど、うん、近くで見たらかなりでかいですよね。でかいっすよ。部屋に置いとくのが邪魔なんですよ、うん、逆にタナみたいな金額で譲ってくれるので。
しかもさ、これでっかいのだと送料とか高いから、高いですね、取りに、取りに行く人だけですって言われるんですけど、もうラングラー乗りとしてはもうむしろ車運転したいから、はい、取りに行きたい。そうですね、埼玉まで取りに行ってきました。ああ、そうなんですか。でも近場で良かったですね、はい、でほら取りに行くと何がいいことあるかというと、あの相手方の車が見れる。ああ、そうですね、そこでもありますよね。すっげえいじってた、もうこってこってに、もう本当すごい車、すごいですからね。ラジコンかっていうぐらいこう車体上がってて、ミスドみたいなタイヤがミスドミスドみたいなタイヤ、こういうやつさがブーンってついてて、いやすげえ、そりゃサイドステップ浮くわっていう、うん、いやみんな多分行き着く先は35、37のタイヤ。え、りょうさんも行っちゃいますね。いや僕は本当そこ最終形態ですね。最終リフトアップはやっぱ金銭的にも相当かかるんでいろいろ全部やってちょっと物足んないなってなったらやるかもしれないですけど、でもまあお金がかかるんで。そうですよね、うん、燃費的にもね。燃費もありますし、あとその商業施設とかやっぱ高さがルーフラックとかつけられなくなっちゃったりとかもすると思うんで。確かに 2. 何メートルって多いですよね。多いんで、そうなってくると僕のライフスタイルだともしかしたら合わないかもなってのはありますね。ラングラーは純正で180センチありますからね。ありますからね2.3 メートルとかも一瞬で終わるっていう、うん、まあ、結構2インチアップぐらいだったらディーダーも車検も通るらしいんですけど、ただ高さ出ちゃうと本当、うん、通れないところとかあると思うんで。はい、でも比較的ジープ世田谷の人はそこら辺寛大で、車検通れば入庫していいよっていう、うん、ディーラーによってはね、ちょっといじっただけでもうありますあります、ダメっすって言われるところが結構あるんですよ、ね、ありますよ。僕285なんですけどタイヤが、はい、僕のディーラーは全然 OK ですよって感じなんですけど、友人のディーラーは、あ、これはみたいですねって。出てないじゃん。出てないんですよ、ほぼてかほぼもうマジで出てないんですけど、うん、ディーラーによってはそうやって言うところもあるらしいです。たまに295とか入ってる人います。295だと、まあ、つけなきゃいけないですけど、はいはいはい、はみたい対策で、はい、でも全然285OK なんですけど、言われるところもあるみたいですね。なるほど、うん、いやなんかディーラーによって様々ですけど、ラングラーはいじり倒したい車なんで、いやー、やりたくなっちゃうんですよね、これからもね。で、うちのチャンネルはどっちかって言ったら、ラングラーチャンネルじゃないってずっと言ってるんですけど、まだ、はいはい、ラングラーの動画しかまだ出せてないないんだけど、ラングラーチャンネルじゃないんですが、せっかくあるので、ラングラーをこれから持つ人、もしくはラングラーを持ってる人も参考になればいいかなって思って、ちょっとずつ取り付け動画出してるんですが、これからも参考にしていただければと思います。やっぱ一番見たいですからね、視聴者さんもそこの失敗談とか参考にしたいと思うんで、参考にしたいと思う、うん、で、りょうさんと一緒でキャンプ動画とかも上げていきます。そうですね、僕はそのラングラーに絞らないためにベイビーライフっていうライフ、はい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 、ライフスタイルを上げていくぞっていう意思でああいうチャンネル名にしてるんで、はいはい、これから多分またご一緒できる機会があれば嬉しいんですけど、ぜひぜひ。いやもう今日ちょっと機材がすごすぎてちょっと緊張しちゃってるんですけど、とんでもないです何も本当いろいろ教えてもらいたくて、動画編でね、あ、ぜひちょっといろいろ教えてもらいたいですもん、語りたいっすよね本当に。もうここら辺はね、動画好きな人じゃないとマニアックすぎてちょっと引くレベルなんで、うん、そうっすね、僕のチャンネルでも一回カメラのこと出したら全然伸びないっていうそりゃそうだよね、あったんで。可愛いワンちゃんもいるし、あ、そうですね、最初犬のチャンネルで始めたんで、ね、お子様も可愛いし、いやいやいや、もうみんなに見てもらったらみんながハッピーになれるコンテンツ、りょうさんいっぱい持ってるから。いやいやいや、僕そうですね、まあでも視聴者さんは結構男性でもう9割なのでうちもです。女性が1割しかいないんで。でも1割いるんだ。1割います。え、 10% ぐらい。 10% います。一応。そうでしょ。一応いるんですよ。めっちゃいいやん。なんか最近上がってきました。それはりょうさんがイケメンだから。いやいやいや、それ絶対ないですけど、最初 95% とか98% ぐらいだったんですよ、男性が。最近なんかどんどん女性がちょっと
テンパーぐらいになってきましたね。うち今女性率 1% ですからねほぼいないいないたまに見に来たかなぐらいな。逆にその 1% の人なんで見てるのかね、よくわからない。いやもうランクない女子っていう人もいますからね。あ、そっかそっか、はい、ジャンル的に、ね、はい、ヤンチャンネルさんとか、ね、ヤンチャンネルさんとかあと好奇心チャンネルさんとかラングラーかっこいい、はい、だからラングラーのかっこいい映像を見たいっていうニーズがあると思うんですよね。それで僕はそのザ・ラングラーっていうラングラーのかっこいいところだけを撮ったシネマティック作品を月1回上げてるんですけど、はい、いやこれを今回バーナムさんのお力を借りて、でもこれからねちょっと撮りに、はい、この後行きたいなと思ってるんですけど、はい、いやもうめちゃくちゃ楽しみで、もういやいやそんな大したあれは思ってない。いや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 、ぜひよろしくお願いします。そのねかっこいい動画はりょうさんのチャンネル見ていただいて、まありょうさんの方でもまた別の角度から撮った対談も出ると思いますので。そうですね、はい、これからも一緒にキャンプしたりとかいろんなシーンでりょうさんとお会いできる機会があるかもしれないので、ぜひ、はい、お願いします。これからもどうぞよろしくお願いします、はい、します。ではね、また引き続きバーナムチャンネルとウェイビーライフよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた。ありがとうございます。